さっきまでめっちゃ荒れてたのに。兵庫県の西脇市、その西脇の市が管理するその無料のキャンプ場っていうのが多分 4,5 箇所ぐらいあるんか、4箇所ぐらいあるんかな、うん、それの一つがこの竹島キャンプ場です。前からずっと気になっててようやく来れました。まあなんかこうネットで竹島キャンプって調べたら竹島キャンプ幽霊みたいなが出てきてんけど、まあ幽霊が出てもおかしくなさそうな雰囲気は醸し出してるけど、まあおそらく出ないでしょう、さすがに。よく燃えそうだわ。
いただきます。マクドより美味しくても普通にちょっと取るぐらい。あ、でかい。でかい、アリが。うまっ。皿を忘れたからメスティン、シェラカップやと小さいけどメスティンがでかっ。まあいいや、今日はメスティン使わへんから。ででかいな。ビックラコンの塩昆布調。昆布嫌いやけどこれだけは美味しいかな。美味しいよねこれ。ふんだんに。ふんだんにかけてね。
誰かが動き出した。手で混ぜちゃう。ほら、あれ、動き出した方が買い出したな。私以外にキャンパーが一組しかいません。ふんだんにね。はい。よし。これで完成だ。え？いやん。カンソロ？めっちゃ怖いやん、カンソロ。お化け出たらどないすんの、カンソロで。めっちゃ怖いな。油。生ハム。ちっちゃトマト。チーズ。よし。トマトこれ最後やもんな。あとはじゃあ生ハムと。チーズと生ハム。やばないですかこれも、この輝き。あ、やばいやばい、出すぎた。ちょっと辛いかも。マキシマム、こっちのね、こっちのバジルを。
はい、さっきまでめっちゃ荒れてたのに。サンドソロ、どっちが上とかあんのかな、これちょっとよくわからないんだけど、こうやな。からのチーズサービスでハムね、みんないっちゃう。これ絶対うまいやつ。いい感じに揚げてるやん。いい天然のやつ。ちょっとな、コップに入れて飲むわ。Yeah.